寒すぎ。ブランケット使います。寒いかな。寒い寒い寒い。ちょっとブランケット使います。さすがに寒すぎて今日も寝癖がひどいですね。タイマーにしてたからさ、切っちゃったんだけどさ、また朝になってつけ始めた。寝癖ひどくない？寝癖なんかな。寝癖か。寝癖なの？寝癖じゃないか。髪質的にこうなる。なんか今日遠いな。スマホが。見て、なんか悪化してますね。昨日のここが悪化した気がする。なんかもう痛そう。殴られたみたいになってる。痛そうですね。なんか久しぶりに朝やった気がしますね。大ちゃんさん、雪だるまありがとう。私みさん、3月幕張り申し込みました。うわ、3月、ありがとう。じゃあ来年ですね。寝起きぶり、確かに寝起きですね。全然いつも寝起きです。朝配信するときは。最近起きたら毎回喉痛いって。加湿器つけても正味変わらん。佐野子さん、結婚してたくさんありがとう。でもごめんなさい、高校卒業するまで待ってください。くまりパパさん、雪だるまたくさんありがとう。あ、またマフラー買うの忘れちゃった。なんか寒い、足がもこもこ。靴下履きたい。もこもこ靴下今洗濯中なんだよね。ね、これさ、ニキビなんかな、わかんないんだけども、謎。でも一応ニキビパッチ貼っちゃった。心配だから。おはよう。いちごの配信見てたら寝落ちしてたよ。あ、夜ね。昨日夜寝ようとしたらさ、寝ようとした瞬間外でサイレン鳴っててさ、ちょっとタイミングが。パーカー可愛いですか？ありがとうございます。今月意外と配信できてないんだよね。自分が配信した時間を見たら、今月はあんまり配信してなかった。24時間ぐらい。いや、昨日の時点だったら23時間半ぐらいしか配信してなかったです。あんまり配信できなかった。やだこれ本当に。
十分やってるよな、本当に。でも本当にめっちゃ配信してた時はもう、どれぐらいだろう、もう その月の25日とかにはもう30時間以上やってましたね。めっちゃめっちゃやってた時期まあこんなさ曲がることある？髪の毛が衝撃なんですけど、何これ。なんかやだ、アイロンかけたい。アイロン持ってこようかな。すごく嫌だこれ。ちょっとアイロン取ってきます。下がっちゃった。なんかこのベッドの上で配信するとさ大変なことになるからやめようかな。でれででん、セーフ、セーフですね。朝からティーチャーを見れて一日頑張れますって。本当ですか？そんなのこんなので頑張れるならいくらでも見てってくださいね。今日はみかんを用意しました。その子さ無理なくて大丈夫です。あ、ありがとうございます。そんなに優しいお言葉をありがとうございます。え、ベッドの上でね配信ね。いや、いつも2パターンあるんですよ。普通にもう机があってそこに台を置いて勉強机みたいなとこで配信してる時もあって、いつだろうか。あ、でも昨日の夜とかは机でやってましたね。でも今日の朝はなぜかベッドの上でした。あ、見てこのビフォーアフターが半端なくないですか。最近の技術ってすごいわ、本当に。いいですね、いて。やけどしそう、この鏡がないから。喉痛いね、冬。喉痛いね。そうじゃない人もいるか。いてててて。準備配信みたいになってます。準備配信ではないんですけど。
もういっそさ、めっちゃメイクしてレッスン行ってみようかな、今日。ちょっとその方がさ、正直テンション上がるよね。なんか鏡に映った自分がすっぴんすぎるとさ、なんだろうね、ちょっとうんってなるとき。汗でメイク落ちないの？確かに落ち、落ち、まあ何の曲やるかにもちょっとよる気がするけど、確かに落ちるよね。でも落ちるほどそんな、どうだろう。なんかこの前の僕大公演でって思ったんだけど、汗めっちゃかくけど意外とメイク崩れなかった気がする。なんかリップも別にそんなに塗り直してないなかったかなと思った。前髪もあんまり崩れんかったかも。でも次は前髪なしで出ようと思ってるんで、まあ、崩れるも何もあんまりないけないと思うけど。あ、どうですか、まっすぐになったね。すごい変化だ。おはようございます。前髪はないですけどね。もうピンで留めたからすごいことになってる。がないから前髪作ってもね、今いいや、止めよう。前髪はちょっとなしでいきます。でなしの方が楽なんですよね。なしの方が自分もいい気がする。痛そう、ほんとここ。確かに前髪あるの久しぶりな。いや、なんか正直前髪あってもなんか何の前髪が一番似合うのか分かんないし、似合ったとしても崩れたら意味ないから、崩れなくって自分に似合う前髪を考えた時に多分ないのが一番かもって思った。自分はない方がいい気がしたから。保湿しましょう。オイル、ティントオイルね。寒すぎて動けないよね、わかる。リーも動けません、本当に。ちょっとみかん食べよっかな。みかんいただきます。痛い、触ったら痛いんですよね。そう、触ったら痛いんですよ。それが嫌だよ。けみかん、みかんの皮を置くところがない。あ、ここでいい。こっちに。昨日はさ、おでんとサラダみたいなやつ食べたじゃないですか。お腹空いて死ぬかと思った、夜。でも仕方ない。昨日はでも眠かったから寝れたんですよね、意外と。お腹空いたけど、それよりも眠いが勝ったから意外と寝れちゃいました。うん、草とおでんじゃお腹減るよね。そう、めっちゃ減りますね、さすがにね。
こんにゃくって何キロカロリーですか？こんにゃくって何キロカロリー？カロリーあんの？さすがに？今日のみかん。こんにゃくはゼロカロリーだよ。そうなの？そうなんだ。じゃあ昨日さ、だって大根だってさカロリーほとんどなかったよ。でも糸こんと普通のこんにゃく食べた。あとは D が食べた昨日の夜ご飯は卵のカロリーぐらいしかない。餅巾着昨日売ってなかったんですよね。好きなんだけどなかった昨日。みかんなんか爪が黄色くなります。剥くときに。あ、そうそう、お話し会待ってますね。今日の13時までだって。今日の13時までなので皆さん会いに来てくださいね。いや、久しぶりにお話し会の宣伝をした気がします。最近あんまりメールにもショールームでも全然お話し会の宣伝してなかったから、久しぶりにお話し会の宣伝をした。話し会待ってまーす。最初は12月1日の13時だったはず。本当？じゃあ調べるか。あのお話し会のやつを調べたい。ちょっと待ってね。どうしよう、これでひっくり返っちゃったりした。よいしょ。はいはいはい。調べましょうか。調
調べますね。じゃあ、あれもう寒すぎる本当に。毎日今日もレッスン行く時も寒すぎて布団から出れない。最近自分のお家とレッスンしか往復してない気がする。結構本当に私の生活は、なんだっけ、何が見たかったんだっけ、自分のルーム見ればいいか。めっちゃ頭皮が お話し会はですね、あれちょっと待って、やだ変なとこに飛んじゃった、興味ない。よいしょ。複雑すぎるね。29日、あ、今日の1時までですね。でその次が今日の6時から12月1日の1時まであるみたいです。もう1月13日からしか申し込めない。でも福岡さ、この前みたいにまたなるよね。またそんな日買ったら会えますよみたいな、お示し可能ですよみたいになるよね多分。なので福岡も当日待ってますね。イエイ。そっか、大阪もあるしね。幕張ね、楽しみですね。もうあれ卒業じゃん、リエ。もうみんなと会う時はもう JK 卒業みたいな、信じらんな本当に。じゃあお話し会で待ってまーす。リーチに会えるだと。そうよそうよ、リーチに会えるよ。前回にセブンに分かる、本当にそう。あ、そうだね、確かに家からレッスン場までの往復の間にたまに帰りにレッスンじゃないや、コンビニ寄っておでんか。そうですね、うわ、でもう卒業しちゃうんか、やだな。ちょっとまだ卒業ディズニー行かないと、どうしよう。でも卒業ディズニーお泊まりがいいな。卒業ディズニー絶対制服で行こう。制服で行ってカチューシャ何つけよう。でも新作がいいね。まあ、ディズニーの話したらもうキリがなくなっちゃうので、ちょっともう終わりにします。いやでも本当にあのお話し会の大事さが最近身に染みてよく分かったから、本当にちゃんとしようって思った。
ちゃんとしよう。何をちゃんとしたらいいのか分からんけど。試験マシンさん、ゼニと空気ありがとう。お兄さん、キラキラたくさんありがとうございます。パンさん、キラキラたくさんありがとう。あ、マッチさん、天使と引きだるまとキラキラたくさんありがとう。ね、早く金が届きますように。天使かわいい、雪だるまもかわいい。坂田市民さん、お菓子たくさんありがとう。マッチさん、クマちゃんありがとう。クマクマ、高谷さん、キラキラありがとう。兄さん、雪だるまありがとう。そうね、ていちゃんも気づいたから。早く福岡で、ちょっと埼玉話したいですって。わっ、嬉しい、そんなこと言ってくれて。埼玉話しましょうね。いや、そう、めっちゃお話し会大事だなって思ったんですよね、っていうお話でも、難しいよね。それは難しいことですね。不細工やな。JK ブランド残りわずかですね。とってもとっても残りわずか。あと数ヶ月。あと数ヶ月って本当に恐怖なんですけど、私の大事な JK 生活が。くるみちゃん、ひっくり返ってる。そうだよ、いつもひっくり返ってます、こっち側につける。寒くて朝風呂入っちゃったらって、わかる。ティームよくね、朝風呂します。寒いよね。入浴剤入れる。あ、もう入浴剤ないから買わないと。なんかね、まあ、柚子の入浴剤買ったんですけど、でもちょっとまだじゃないや、もうなくなっちゃったから、あと2つくらいしかないかな。昨日見たらもうあと2つしかなかったから、新しいの買わないと。何のやつにしようかな。いちごが森の香りがおすすめって言ってたんだけど、柚子にしちゃったこの前。前幸子と遊びに行った時に、なんだっけ、なんかなんだろう、一つ売りの入浴剤買ったんですよ。あの紙なんて言うんだろう、あの紙みたいなやつに入ってるやつなんだけど、紙みたいな袋に入ってる入浴剤だったんですけど、粉で、固形じゃなくて粉のやつで、なんかキラキラ入りみたいな、キラキララメ入りみたいなやつを使ったんですよ。それがめっちゃ良かった。今までで使っ
谷横座の中でトップに入る、トップ5ぐらいに入るぐらいめっちゃ良かったです。そう、なんかね、その入浴剤のパッケージになんかお話、なんかちょっと童話みたいなお話がついててめっちゃ良かった。世界観みたいな、そういうの大好き世界観あるあるの大好きだからそういうファンタジー系好きすぎるので、今日はレッスンメイクしていこうかな、なんかなんとなくそういう気分かも。マーク探しの燃えりついて白目見てるうっそ本当に。いやでもリエもみんなが言う会社がリエにとったらレッスン上だわ頑張ってね今日も。そしてささっと帰ってきたいね。配信の制限時間緩くなるメリット、いやそれねめっちゃ思う。あのさ、自分がさ、あ朝配信したいなって思っててもさ、いやでも明日じゃあ7時ね起きないといけないのか、いやでもってなるし、そう逆に大人だったら、あ別に自分が9時とかに起きてもそっから配信すればいいんかってめっちゃ思う。それが一番羨ましい。ヤンスヤキさん結婚してだって、え最近あんまりコメントくれないからやだなんかね最近あんまり会いに来てくれないじゃないですかキラキラ効果よりも浴槽効果優先。嘘、家はキラキラ、いやキラキラもね、キラキラもキラキラも心が躍るんですよお風呂入るのが楽しくなる、義務義務みたいじゃんお風呂入るのってさ、けどお風呂入ったらキラキラのお風呂に入ったら楽しいから、もうもっとキラキラがいい。今日もおでん食べる、今日もおでん食べる、今日もおでん食べますねきっと。うん、食べると思う。毎日おでん食べるって。今日の昼ご飯何食べようかな。あ、え今日昼ご飯、そっか今日レッスン早いんですよね。朝マックに行ける時間だ、うわいいね。めっちゃ去年なんか高1高2朝マックめっちゃしてた、友達と。あ、今日はいい肉の日なんですね。なるほど。いや、
寝たいね。もう一回寝たいよね、正直。レッスン行く前に。でも言うて今いや、もう寝たらレッスン行きたくなくなっちゃう行きたくないとか関係なしに行かないといけないんですけど。主食はおでんなの？主食はおでんですね。最近の主食はおでんです。毎日おでん、そう、毎日おでん食べてるんですよ、本当に。まあ、美味しいからいいんですけどねあ、みかん食べようかな、もう一個。おでん派。最近でもお鍋作ってないから、お鍋も食べたいなって思いますね。お鍋食べたいな、本当にふふ今度お休みの日とかお鍋にしようかな。レッスンばっかり破天荒アイドル。いや、そんなのいくらでもいると思いますよわらわら。あ、餃子ね、そうだね、餃子ね。餃子の鍋、餃子鍋いいね。それでもちょっとやってみたい。ゆっくり準備してやりたいですね。よいしょ。ちょ、みかんもう一個持ってきちゃった。みかんもう箱で買った方がいいんじゃないかってぐらい、あっという間になくなる。ここで買った方がコスパいい気がしてきた。でも箱で買って腐らせるのが一番ショックなんですよね。それは避けたい。みかん、なんかみかんさ、この前ヘタの方から剥いた方がいいって言われたけどさ、なんかこのみかん生地が分厚くて、生地皮が分厚くてさ、皮が分厚いからなんか剥けないんだけど、ヘタの方から。いい音今めっちゃ思って、みかん剥くのいい音。真っ白すぎん？下手じゃなくて 裏から見たらこんなに真っ白なみかんになっちゃった。まあ健康だってことで、白いのがある方が。起きるみかん、レッスン、おでん、寝る、起きる。いや待って、多分リエの生活はそれだよ、結構本当に。めっちゃ酸っぱい。酸っぱいですね、このみかん。
なんかみかん酸っぱかった。小さい方が甘いんかな。今日新しいみかん買ってみようか。小さいみかんが、甘いみかんが食べたいです。おでんじゃなくお肉も食べたらだって。いやお肉な、あでもこの前牛タン焼きました。でもなんか分厚すぎて、なんかあのバーベキューの網で焼きたいなってめっちゃ思った。ちょっとフライパンで焼くにはもったいなさすぎて、家でバーベキューしようかな。いや、関さん今からキャラに行くので許してくださいだって。じゃあ特別に許します。それなら許そうかな。そう牛タンまだあるんですよ。そうなの、まだあるんです牛タン。全然まだ残ってるし、ハラミも残ってて、そうどうしようって感じ。でもちょっとハラミ好きじゃないかも私、ちょっと苦手かもしれなくって、困ってます消費に。キラキラたくさんありがとう。あそうそうそう、うるさそうのぜのやつです。みかん柔らかいのが甘いイメージ。あー確かに熟してるってことね。寒さに負けるな、負けずに頑張りましょう。寒さに負けそうです。もうここで配信してる時点でね負けてますね。でもこもこ靴下さないからさ、今洗濯しちゃう。ハラミとおでん交換しようかなって。いや交換してくださいよ本当に。でもちくわぶ入りのおでんじゃないと交換不可なんで。ねえみかん一日中、一日中、一年中豊作だったらいいのにね。夏も食べたいよね。缶詰のやつしかあんまり見かけないよ。の夢見てないと思う。見なかったかな。なんか夢の夢の中に出てくる登場人物ってさめっちゃ謎だよね本当に。何のなんだろう、何の関係性もない人がいきなり出てきたりするから面白いよね。こたつでみかん恋しくないからって、あなんかねゆいなんちがねこたつあるからね、この前はディエがあのみかんを持ってってゆいなんちのこたつに入って二人でみかん食べました。その子さんお仕事行きやすていちラブだって。本当に。いってらっしゃい、気をつけてね、また夜会いましょう。夢ね、夢見たい、ちょっと夢見たいわ本当に。どうしたら夢見るの、見れるの。こた
ついいよね、ゆいなんちの。あ、でもこたつ入りたくなったらゆいなんち行けばいいんだよ。みかんのおでんあるみたい。そうなんですか、すごいね。なんかみかんのおでんぐちゃぐちゃになっちゃわないの、みかんのおでんって。みかんのおでんなんかぐちゃぐちゃになっちゃいそう。意外とそんなことないんですかね。ナピちゃん、今日の朝こたつ布団が設置されたなんていいな、羨ましい本当に。もうでも、もうリエンちにこたつが来たらもう本当に外に出れなくなっちゃう。もう多分、うん、本当にダメだと思う。私絶対そこから出れなくなっちゃう。ね、人をダメにするこたつは。いや幸せなんですけどね。あと10分、本当に。うん、じゃあそろ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 、いやまだちょっと早いけど。もう今日はおはようメールの準備もしたのでね。でももしリーがこたつ置くんだったらあれだよね、家に机が多すぎる気がする。今家に机が2つあるんですよね。ご飯とか食べる時とか一応なんか置いとくような机と勉強机みたいなやつがあるから2つ机があります。どっちかはなくさないといけない。まあ、全然すぐ片付くからいいんですけど。こたつ買ってからメンバーがよく来てくれて嬉しいって言いながら言って、あ本当に？そうなのよ。そう昨日はね、いちごとりさこもね来たんです。ゆいなんちにこたつ入りに来ました。いちごだってずっと寝てたよ、ゆいなのこたつの中で。みかんのおでんは皮ごとのおでんみたい。そうなんですね、皮ごとすごいね。いやどんな味になっちゃうんだろうね、想像できない。おでん味のみかん、
無音にしないでいいんだって。あ、結構ちょっと前にしてました実は途中から無音にしてたよ。豆乳飲んでます。あ、リアもよく飲みます。片すれ寝たら風邪ひくよって言うよね。ね、でも本当に風邪ひくんかな、こたつで寝たら。全然風邪ひくような感じしないけどね、あったかいし。あったかいしさ、毛布もついてるじゃないですか。だから全然風邪ひくような感じないけど、風邪ひくって言うよね。あと5分。 ありがとう、教えてくれてありがとうございますじゃあ皆さん、この後はキャラアニに、キャラアニにレッツゴーして A のお話し会会いに来てくださいね待ってます。次は福岡で会いましょう。福岡はサンタさんだね。キリコタツ？そんなのがあるんだ、すごい、初めて聞いた。キリコタツ？すごいね。熱すぎん？そんなことないすごい、初めて聞きました、キリコタツ。サントリーチになるの楽しみです、楽しみにしててね。サンタさん DM 楽しみです。ね、これからまだまだたくさんイベントお話し会あるのでね、会いに来てくださいね。一緒にお話ししましょう。ツーショットも待ってます。いい じゃあそろそろ壇上を読みますね。それでは13位かずきさん、ありがとう。12位せなかむさん、ありがとう。11位たかやんさん、ありがとう。10位マシンガンさん、ありがとう。9位ヤンシギャキさん、ありがとう。8位ダイちゃんさん、ありがとう。7位イシケヤマシーさん、ありがとう。6位ウミさん、ありがとう。5位ユサナコさん、ありがとう。4位クマネパパさん、ありがとう。3位坂田市民さん、ありがとう。2位ルパンさん、ありがとう。そして1位はマッツさんでした、ありがとうございます今日もありがとうございました。久しぶりの朝配信でしたね。朝配信楽しかったです、ありがとうさあまた今日は夜やるかわかんないけど、レッスンから帰ってくるのが早かったらやろうと思いますじゃあみんなもお仕事とか学校とか頑張ってくださいね。でもレッスン頑張ります、ありがとうもレッスンファイトだよ、ありがとうじゃあねー、おやすみじゃないかいってらっしゃい。
しありがとう、こちらこそありがとうございます。気まずくない？